はい、それでは片木隆正教師にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。前走フローラスックス重傷発生は解消に見えましたけれども、どうご覧になっていたでしょうか。そうですね。あのスタートからゴールまですべてうまくいったという感じですね。あのそのレースからここまでというのはどういう部分を重点的に得られてきたんですか。<laughs> まあ体調の維持ですね。あの今日の調京単走で締めが12秒8ちょっと軽めだったと思うんですけれども。 ういう指示で？うんまあ、フローランの時も同じような調整ですね。なるほどなるほど。はい、その調整からほとんど変えずにと。そうですね。動きはどうご覧になってましたか？動きは前走の当該週よりもまあ活発かなというような感じがします。あのこの馬のストロングポイント長所というのはどういうところに捉えていらっしゃいますか？ちょっとねあの普段からあまりこう入れ込まないところですね。非常に冷静ですね。競馬の時も。扱いやすいというイメージですか、ね？ あの距離はまあ全部はそうですけれども2400メートルという距離ですけれどもこの辺りはどうお考えでしょうか、うんまあ、前走を見ると徐々に折り合ってそれなりのラップであのしっかりしまいも伸びているのでもうその部分から考えると,とあの全く問題なないかなと思っていますあの現時点での当日のレースプランというのはどういういイメージですか、うん、前走もそうだったんですけどもとにかく最初のリズ,ムとあリズムと折り合いが大事なのであまりこう番手とかその考えずに。 とにかくスタート切ったらまずあの気持ちよく最初に走らせて折、えー、り合い重点でと。で、手なりのポジションを取ってというそうですね、すねポジションを取るというか、まあ、前に馬を受ければ、まあ、どこでもいいかなと、うん、そんな,ような感じですねあの加藤調教師にとっては2度目の g ン制覇がかかりますけれども、そのあたりへの思いというのは、いかがでしょうか、うんまあ、2度目といっても、海外とかもいろいろあるんで、はい、特に別にその g ンに関してあの、どうのこうのってことはないですね。最後に応援してくれるファンにメッセージをお願いいたします。 そうです、ね、まあこう東京はね 2,000m3 回そしてもうずっとこのレースを目標にねその手帳を組んできたんでこのレースで何度か結果は出したいなと思ってます。